ちゃうかもしれないです。すいません。打ち当たり。ヤイズテレビのおばさんの番組、今日はですね、学習塾経営の最低にということで、教室長さんを憧れの職業にということで、活動をしていただいております。ゲストさん紹介いたします。 WIZ 学習塾の、デザイン広報担当の大場あかねさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。クリスマスだからじゃないですね。後ろに多分ロゴが出てると思うんですけれども、はい、弊社のウィズ学習塾のロゴマークが鹿なので、はい、ちょっとね、時期外れっていうか、ちょっと早フライング気味のクリスマスというわけではなくて、年中ちゃんとね、はい、鹿でこの後話に出てくると思いますけど、はい、この真ん中にこのマークがありますけど、トナカイさんのね、はい、ウィズ学習塾というのは鹿です。鹿です。年中大丈夫です。鹿なんで、はい、鹿さんということでね、はい、これが入ってるじゃないですか、はい、これよく見ていただくと、この角、はい、右と左、マークの方ですよ。マークの方の右と左がちょっと違いますよね、形が、はい、これ左側の方がなんかこうサイバーな感じ。そう、そうなんです。まさに向かって左の側がちょっとこう電子回路っぽい何かになっていて、右側の方が木ですね、オーガニックな果樹というか、ね、はい、オーガニックな感じ、フィジカルな感じのね、ちょっとこう自然というかね、まあ、一応そこにもちゃんと由来があったりなんでするんですが、はい、せっかくだから言いましょうよ。 今いいですか。いきなりロゴの話になってしまって、はい、はい、まあ弊社学習塾をやっているんですけれども、はい、学習塾っていうとやっぱり接客、うん、まあ、先生がお子さんや保護者の方と話してっていう、そういう人と人のつながりっていうのが大事だよというのも皆さん、そりゃそうだよねって思われると思うんですけども、一方でそこがこう何ですかね、全部人力で頑張ることになってしまう、もう何は節根性で頑張ろうみたいになってしまうと、やはりうまく回らない、現場の方の負担ばかりが大きくなっていってしまうっていうのもありまして、まあそういったところを私たちはうまいことこう技術を使ってといいますか、こう仕組み化っていうね、仕組み化して、仕組み化をして、まあ、使えるものはうまく使い、整理して、はい、伝授していこう、はい、そちらがちょっとシステマチックな、はい、左の角ですね、はい、そんな感じになっております。ね、こういう道具はこ う, うまく使ってですね、あと、まあ、もう片方ですけど、フィジカルな部分のこう自然の部分ね、なんて言うんでしょうね、この手触りの部分も、はい、コミュニケーションの部分も大切にしていきたいなと、はい、そういう願いがあってのマークということだそうです。はい、はい、で WIZ 学習塾さん6号で実際に塾を経営していて、生徒さんをね、はい、お預かりして、授業といいますか、学習塾のサービスを提供しているということと合わせて、はい、今日はね、フランチャイズっていうお話になっていくんですけど、はい、こういうこのビジネスモデルの世界でフランチャイザーとかね、フランチャイジーとかって言い方をするんですけど、この学習塾のノウハウを広く、これから塾をやりたいなとか、まあ、今塾で働いてるんだけど自分の教室を持ちたいなとかっていう、挑戦したいなっていう方を応援したい、はい、そのノウハウを提供するよっていうのがフランチャイザーっていうんですよね。はい、私たちの側ですね。はい、でそういったこう活動もなさってるということなので、すいません、前後してしまったんですが、簡単に今言ったことの繰り返しになるかも分からないですけど、はい、会社紹介をしていただきましょうか。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、私が勤めております WIZ 学習塾、はい、本当は代表が来れたらよかったんですけど、ちょっと何事、ね、多忙なものですから代理で私が参りました。で、WIZ 学習塾、うん、最初の店舗が2021年なんか2年前ですね、はい、の5月に島田市の6号島田市の中の藤枝寄りのエリアですね、うん、あちらにオープンいたしまして、で翌年3月、2022年3月には島田市の中央町真ん中のあたりにオープンという形で、今2店舗2校舎塾があります。はい、もともと自分たち1つの校舎とか2つの校舎でやっていけばいいよねっていうのではなくて、うん、代表の熱い思いがありまして、初めからもうフランチャイズを
やると、はい、あの塾業界のスタバになりたいというふうに昔から代表が言ってまして、うん、塾業界のスタバ、それでなんかこうおしゃれな、ね、はい、感じのマークになっているわけですね。それもおしゃれにこだわるのもそこなんですが、はい、まあ、そういった、最初からそういったビジョンがありまして、うん、2校舎やって終わりでは全然なくて、うん、もうこの先じゃあフランチャイズをの店舗をやってくださる方を探していこうということになりまして、で、今ですね3校舎目4校舎目、フランチャイズ1号店2号店が決まりまして、すごいスピード感ですね。そうですね、もうついていくのに必死だったりするんですが、まあ実際ね、もう調停も今、はい、おっしゃらなかった部分、場所も今準備を進めてる、はい、ということですからね。次に掛川校が、来年の続いて掛川西の方に広がりますね、はい、ちょっと大井川を越えちゃいまして、はい、で、その次、まあ、1月か2月頃に、はい、焼津にも、おいよいよ東の方に焼津に進出してまいります、はい、こちらに焼津に参りますので、皆さん何卒よろしくお願いいたします。後でもね、ちょっとご紹介いただこうと思うんですけど、はいはい、まず今日は私も代表のね、はい、橋村社長と代表と、はい、ご縁がありまして、いや、なんか面白いこう塾の展開なさってるので、こうやろうよっていうことで言ったら、そのスタートアップのこう事業のね、こうスタートのものすごいスピード感でやってらっしゃって、もう社長の分身分身、同じようにその経営のね、こうなんて言いますか、ビジョンを共有なさって、同じスピード感で動かれている片腕の方がいらっしゃるので、もう同じようにも代弁していただけるということで、今日大場さんをご紹介いただいたんですけど、はい、大場さんね、この橋村代表とこう同じ、まあ、学習塾業界にいらっしゃったということなんですけど、今日まず最初にこの最低にということを申し上げました。学習塾業界の今までの常識をこう改めるぐらいの勢いなんですけど、はい、従来のその学習塾、まあ、今日は教室長さんっていうことを言ってるんですが、教育長さんの今置かれた現状っていうのはどんな感じなんでしょうか。はい、はい、学習塾って言ってもいろいろあるとは思うんですけれども、ちょっと想像していただきたいのが、うん、その何ですかね、その方お一人でやってらっしゃるところというよりも、うん、こうまあお名前は出せないんですけど、まあ全国に展開されているところみたいな、まあ、個人の塾というよりはこう、はい、チェーンね、そうですね、チェーンの学習塾の状況ですね、はいはい、そういった場合ですと、うん、まあ、大体一つの教室にお一人、うん、まあ、社員の方で教室長されている方がいらしてっていう感じなんですけれども、うん、以前は弊社代表の橋村もそこに、うん、そういった立場におりまして、うん、ただ、まあ、ちょっとそこで、まあ、彼が見てきて感じてきたものっていうのが、ちょっとなかなかその教室長さんっていうのは大変な状況に置かれていると、まあ、その単純にその教室長さんっていう立場の方がね、はいはい、フランチャイズのそういう塾を切り盛りされてると思うんですけど、どんなこう仕事をなさってるんですか。はい、まあ、一番分かりやすいのは先生としての顔ですね、まあ、実際に教える、はい、実際に、まあ、教えられる方もいらっしゃいますし、あまり自分は出ないよっていう方も中にはいらっしゃるんですが、まあ、そのみんなに目を配って生徒さんに、うん、あ今日は来たね、元気か、大丈夫かって声かけたりとか、あと、まあ、その先生方の、まあ、締める役として、こう講師の先生気を使ったりだとか、あとそのもう本当にあれですね、保護者様がいらしてこう面談をするっていったようなお仕事は、多分お客様の立場からも目につくかなとは思うんですが、実際それ以上に何て言うんですか、バックヤードというか裏方での仕事、裏方事務作業がとても多いんですね。具体的にはどんな作業と言いますかね。はい、やっぱりその、お一人お一人のご家庭のところに、この方はどのコース取っていらっしゃるから、お月謝がいくらで、教材を買い求めになったので、今回はいくらでみたいな、こう請求の業務ですとか、本当に地味なそういうところです。で、そのじゃあこの方いくら、この方いくら、今月うちの〇〇校はいくらですみたいな情報をこう本部の方に報告したりとか、こう銀行の引き落とし手続きをしたりとか、その他にもその生徒さんに対してのお知らせを流すですとか、じゃあ面談をします、冬休み前なんで皆さん放射線来てくださいって言ったら、その日程の調整をしなくちゃいけない。で、じゃあ冬休みですね、冬季講習ですって言ったら、じゃあ今度冬季講習いつ来ますみたいな、じゃあなんとか君は、この日のこの人、このコマとこのコマとこのコマと、その時間ちょっと先生がじゃあ足りないから新しい人呼んでみたいな、そういったところも全部やらなきゃならない。講師のシフトとか、はい、あと生徒さんの受講日の調整とか、
そういうようなことを全部、はい、あのまあ、一国一城の主ですから ね、 そうですね、その学習塾の運営に関しては非常に膨大な作業が、はい、まあ、実際存在するということで、はい、あのまあ、現実問題として、まあ、当然ね、こうあの雇われてやってるっていう形ではないにしても非常にいわゆるブラック労働みたいな、ね、感じが、まあ、蔓延しているとい う、 そうなん、まあ、全部が全部じゃないですけど、まあ、往々にしてそうですね、で橋村代表は、まあ、そういうような業界にあって実際に、かなり の、 あの業績上げられてた、はい、まあ、あの方の、そうですね、人間なんですよね、はい、で非常にそのやりがいといいますかね、はい、学習塾業界に対してのこう思い入れといいますかね、可能性、まあ、いいサービスで、うん、あのお客さんっていうのはね、こう親御さんがお金出すんですけど、はい、子どもさんに対して、まあ、人教育者としてっていう部分もあると思うし、あのそういうことがこうあってこう問題提起をっていうことだったんですけど、はい、あのいわゆるそういう塾業界において、まあ、個人でやるっていうのは別として、あの、まあ、やるっていうのも含めましてね、はい、あの一般的にそのフランチャイズをやるっていう上でのこう現状といいますかね、はい、難しさっていうような部分にはどのような感じがあるんですかね、一般的に、はい、先ほど申し上げましたように、うん、そのフランチャイジーとしてどこか、まあ、そういう塾に入ったとしても、うん、まずその参入のハードルそのものもあるんですけども、そうですね、それはやりたい、始めたい、やりたいと思っても、うん、お宅の看板でやりたいと、はいはい、なってもちょっとその、うん、まあ、先立つものが、まあ、何事も必要にはなるんですが、うん、まあ、かなりお高くなってしまって、看板料といいますか加盟料って言うんですかね、はい、加盟で名目が加盟金じゃなかったり、うん、研修料が高かったりとか、いろんな、まあ、言い方はあったりするんですが、結局じゃあ、まあ始めるとなった時の最初のハードルが非常に高いで、まあ、例えば先ほどの言っていただきたい、整理していただいたような教室長の、まあ、結構大変な現状があって、じゃあもう雇われじゃなくて独立するぞとなった時にも、まあ、その何ですかね、後ろ盾がないと大変なんだけど、でもじゃあ参入しようにもフランチャイズで入ろうにも、まあ、最初が大変だっていうようなことがあって、でなかなかで、そのやっぱり優秀な方が、うん、やっぱりその実際ものすごい現場大変なんですけど、うんうんうん、じゃあ見合ったもうすごくこう金銭的に豊かになれるのかっていうと、うん、正直そこはあんまりなので、まあ、あの優秀な方ほどもう別のところに行ってしまうっていう傾向があるのを、うん、せっかく能力があっても、はい、そうなんですよ、あのなんかすり減ってしまって、そうなんですよ、すごく大変でなんかいっぱい時間働いてるし、あのまあ、いやいやじゃないにしてもね、こういろんなあの保護者さんとのこうやり取りも楽ではないですよね、はい、それなのにその見返りもあれこの もしかしたら他の仕事した方がいいのかなみたいなね、うん、そうなんです、だから一生その仕事でやっていけるかってなった時に教室長っていうのは、うん、まあ、全てが全てじゃないですし、あの一人オーナーさんでご自身だけでやってらっしゃる方は全然違うと思うんですけど、まあ、なかなか一生の仕事としてそれでじゃあ家庭を持ってとかそういったことがなかなか難しいっていうのを、まあ、代表の橋村はいろんな店舗とか見ながらこう自分の体験もあったでしょうけども切実に感じてたっていうことなんです、まあ、よくねこうフランチャイジーとしてこう加盟していろいろありますよね、こう掃除とかコンビニエンスとか、まあ、飲食なんかもあるんですけど、はい、それでまあ、今までのこう勤めからそういったところに飛び込まれまして本当にあの能力を発揮してね生き生きとされている方もいらっしゃいますし、あのそうじゃなくてすげえちゃってるっていう方もこういる中で、ウィズ学習塾さんではその子どもさんもねこういっぱい来ていただくわけですから、その子どもさんが来ていただく学習塾の中でその教室長さんっていうのが ああいうかっこいいなとかね、はい、僕も私もああいう塾長さん、教育長、同じ教室長さんやってみたいなっていうようなね、そういうような形にこう、はい、この業界を変えたいと、はい、そうですね、いうことでおっしゃったんですけども、はい、ユニークだなって思ったのが、これそういうようなネガティブな状況っていうものを全部逆張りしたらどうだと、ね、そうですね
あのよく代表が申しております。逆張り戦略だ、逆張りしましたって勢いよく言ってましたね。してますということでね、はい、で実際にまあそれはどういうようなこう方針といいますか、ウィズ学習塾さんではどういう感じなんでしょうかね。はい、はい、まあ逆張りというとちょっとこう気をてらったようにも聞こえてしまうかもしれないんですが、ちょっと改めて考え直したというか、いやここはその人がちょこちょこ手間かけて人力でこうマンパワーでゴリゴリ頑張るんじゃなくて、まあアプリを導入してこうその例えば生徒さんのスケジュール管理ですとかね、はい、そういうところで、そうすることによって何ができるかというと、その教室長の働き方が全然もう楽さが断然違うんですね、うん、今働き方改革って言いましたよね。そうなんですけども、セルフでやってるみたいな、その代表の橋村も、あの自分がその社員だった時にこんなとこがあったら自分、俺が入りたかったわって時々言ってるくらい、その一般的な個別指導 の, そのフランチャイズでやってらっしゃるところに比べたら、もうはるかにそのお仕事にかかる時間が削減できていると。でその先ほどその教室長が憧れのっていう話があのしていただいたんですけども、あの憧れっていうのが、まあ、2種類あると思うんですよ。あの仕事自分もやってみたいなみたいな、その子供が見る時の憧れも、まあ、もちろんあるんですけど、どちらかというとその社会人の中での憧れの仕事っていうんですかね。あ、その職業人としてのステータスっていうかね、はい、そうですそうですそうです。あ、だからあ、なんかあ塾の先生なんだ、教室長さんって言うとないですけど、あ、塾経営してるのは大変だねってこう言われちゃうんじゃなくてあ、なんか素敵な仕事されてるなみたいな、うん、実際に社会的地位も、はい、あって、そうです、それはどう、やっぱりね、こうちゃんと家庭サービスもできるし、そうですね、見合うものもちゃんといただけていて、自分のやりたいオフの生活もできるっていうような形。はい、でやっぱりその子どもたちに教育を、まあ、する及ぼすわけですからね。そうですね、ところなので影響しないとならないですからね、はい、なんかそんな大事な仕事じゃないですか、言ってみたら、まあ、大事じゃない仕事なんてないんですけども、子どもさんから見てね、こう一番やっぱりあの学校から帰ってきてね、はい、学校の先生以外にそう直接にこう深く関わる教室長さんっていう方がやっぱ輝いてるって言いますかね、はい、先ほどおっしゃったんですけど、そのバックヤードの仕事っていうのにあんまりこう引きずられてしまうと、本来そういう生徒さんとのやり取りね、そうなんですよ、パーソナルな英語やり取りっていう、はい、本当はそこに時間割きたいんですね。そうなんです、それこそが本当に大事なとこなんですけども、うん、まあ、現状多くの、うん、そういう個別指導とかその、うん、まあ、大きなとこでもそうですね、うん、こう何かとやはり事務作業に忙殺されてしまって、うん、本来 の, その人と人との関わりっていう一番大事なところが逆にもおろそかになってしまうと。で、うん、そういうのを本当は大事にしたいんだよね、うん、でもじゃあそのためにそれを実現するために社内のシステムをきちんと作って、うんうん、バックヤード業務をできる本部をきちんと作って、うん、仕組み側をちゃんとしてこうですかね、教室長がすごくこう教室運営するの、まあ、ちょっと語弊あるかもしれないですけど、うん、楽にできるような仕組みをもうそもそも作ろうっていうところが、まあ、ちょっと一種の逆張りポイントだったのかもしれません、うん、まあ、実際にこれ最初からそこをもう構想されているっていうことが全てだと思うんですけど、はい、私もお話を伺いに6号の本校の方にねお伺いさせていただいたら、まあ、午後の時間だったのでお話ししてる間にも生徒さんもお見えになって、そうですね、ちらほら、そういうまあ学習塾としてちゃんとなさって、はい、でちゃんとしてます、まあ、変な意味じゃないですよ、ちゃんとなさっていながら、はい、そういうようなねフランチャイザーとしてのそういう活動もなさっていて、でそこに全く悲壮感がないというか非常におしゃれなねこう、まあ、なんかねカフェみたいな感じですよね、内装がカフェみたいな感じ で、ね、まあ、行った時はスタッフの方がこう打ち合わせをされてたんですけど、本当にこの大人がね輝いてこう仕事をしてるっていう形で子どもと接する時間が増えるっていうことなんですけど、私が思ったのはこう社員さんの仲がもうすごくいいなっていうかね、はい、どっちかっていう感じがあったんですけど、はい、これはそのフランチャイジーさんとの今後のいろいろな広がりの中で、はい、そういった教室長さんともはこんな感じで本当にコミュニケーションなさっていくんじゃないかなっていうふうにね、なんとなくねこう見えたんですよね、はい、で伺ったら何でも代表は橋村さんってね別の方がいらっしゃるんですけど、はい、大場さん、はい、なんとモルックです、モルック、モルック部の部長さんってねモルック部、モルック部、モルック部って何ですか、モルックっていう、北欧のスポーツがあるんですよ、はい、
鹿だけにね、鹿だけ、決してそこがルーツだったわけじゃないんですけど、なんかもうそれで行った方が良さそうですね。マイナースポーツ、そう、マイナースポーツで、まあ、結構その体力に関係なくできるっていうね、まあ、介護の現場ですとか年齢問わずのレクリエーションボランティアとかで注目されてる、やっぱりそういう社会保障の進んでいる北欧由来のね、はい、スポーツっていうことで、八重洲テレビでも私のコーナーで以前クープっていう、フィンランドノルウェー由来のねスポーツがあって、それと似てるなって感じがしたんですけど、はい、なんかこう木の棒を投げて、そのボーリングのピンみたいに番号のついたのがそれを倒して得点を競うっていう、その棒の束みたいなのがあって、そこをめがけてポンってアンダースローでポンって投げてっていうのがありまして、ちょっときっかけ何だったかなって感じなんですけど、ちょっとその何かまあ社内で楽しいこともあった方がいいよね、そろそろみたいな話になりまして、これはもうこう組織の共通言語でね、はい、今これで世界を目指すとなんか最初思いつき楽しいこともやりたいよね、仕事でって、スポーツで隙間を狙ってね、そうなんです、そこから何かこう、じゃあモルックやろうよモルックみたいな話になって、じゃあいいじゃん、大場部長なっていう感じのノリになりましたあ、オスってモルック部長ですみたいな感じになりまして、まあ、ちょっと業務時間の隙をついて練習したりしてます。これは例えば普段はどんなこう会社の中でね、はい、どういうお仕事をされていらっしゃる方がそのモルックをされてるんですか。そう、モルクがメインになっちゃいましたね。私はです、私の仕事的な感じです。モルクを知ってしながらというか、まあ、モルクの傍ら、モルクの人になっちゃいましたね。モルクの傍ら何をしてるかと言いますと、その先ほど申し上げましたその教室長のサポートですね。裏方全般、ちょっと経理業務は今別の方がやってくださってるんですが、経理以外のバックヤード業務のもろもろをやっております。で、例えばチラシを作ったりですとか、あとその看板ですね、あとこのロゴのこのロゴを作ったりですとか、まあ、そういったなんかデザインチラシ系の、ね、一言でこう、はい、まあ、いろんな方がこういろんなポジションにあって役割分担をしながら境界線とかね、はい、私はこれしかできないってことじゃなくて、みんな手分けしてその時のことをやってらっしゃると思うんですけどね、はい、今日来ていただいたっていうのは本当に橋村代表のこう、事業のね、事業のそのスタート期のこう創業期のこうスピード感というか、はい、IT 企業もそうですけど、すごい個性的な代表のね創業者の側近のこう大体こう綺麗な女性って大変じゃないですか、こう何でもやらされてる、八重洲テレビにやってきて鹿の子でもかぶらされてる鹿は私が自分から言いましたんでっていうことも含めて、もう本当に楽しくやってらっしゃるのがね、こう目に見えて、羨ましいなっていうことなんですけど、はい、もう初めからそういうチームになっていくっていうようなねことを想定していらっしゃるということなので、まあ今日あっという間にですね、もう、そう最後のおしまいをそうそう考えながらあっという間で結構あっという間でしょ。そうですね意外とあれもこれも本当は言わなきゃならないんですけど、はい、ちょっとあれです、言わなきゃならないことありませんでした、言い忘れのないようにちょっと私も確認してみますねそうですね、はい、あ、そう、ですよ、ウィズ学習塾をこれから始めたい人に、はい、暗い話ばっかしてしまいますけど重要なのはウィズ学習塾さんにこう入りたいって言ったらどういうものが必要なんですか。どういうものが必要、加盟金とか、はい、加盟金100万円をお持ちください、お持ちくださいっていうのはおかしいんですけど、はい、加盟金を100万円として今、新しいフランチャイジーの方を募集しております。なんかね、いきなり100万ってお金で言うとびっくりするんですけどこれ先ほど言った、はい、障壁の高さにもなってるんですけど、一般的に学習塾をこういろいろ有名どころをね、こうやろうとするとどのぐらい加盟金ってかかるんですかね、はい、それが、うん、まあ有名なとこ5社ぐらいの平均を出すと大体350万ぐらい、うん、で加盟金って名目じゃなくて研修費だったりこういろんなのがあるんですけど、初期にかかるお金まとめると大体それぐらいかかるというふうになっているので、それに比べたらちょっとハードルは低いかなと、うん、まあそれでも本来は本当に一からその学習塾をね、まあ、自分が勉強お勉強できるから子どもに教えれますよっていうだけでは生徒さんをこう集めてくることできないので、はい、そこをゼロからやろうとすると実際は本当に300万じゃできないですよね。そうですね。だからまあ それが適正かどうかは別として、ウィズ学習塾さんではそれでもやっぱりこれから入ってくる方っていう方にこうハードルを下げて、ぜひ多くの方にこうチャレンジしていただいて、こう一緒にやっていただく仲間を
こう増やしていきたいなということと合わせて、今教室も絶賛増やしている最中なので、あのやっぱ生徒さんにもね、こう来てほしいということで、今日最後になりますけどね、2つこれから学習塾をやりたいなという方に対してですね、こういった形で今、加盟店フランチャイズオーナーを募集中ですという形で、ぜひぜひ教室をやりたいという方は、今言った条件ですね、非常に間口ハードルが低く設定しておりますので、ぜひ教室長さんをどこか別のところでやられてたけど、なかなか続けていくのがしんどいなみたいな方、教室長経験者がここ最高だって言ってる塾なので、よかったらその、ご検討いただけますと、幸いでございます。ウィズ学習塾さんで検索していただくとね、こう出てくると思いますね。であと八重洲テレビなので、島田6号から始まっているこの、あの学習塾なんですけど、今度インフォメーションです、新規開校ということで、これどちらですか？西会津ですね。西会津駅の南側の大角のあたりで、ちょっとまだ情報確定じゃなくて、ちょっとチラシもね、これ途中のものなんですけども、新規開校ってことが言いたかった。はい、そう、新規開校が言いたくて、1月か2月には、西会津校がオープンの予定ですので、実際今準備中ということですね。なのでぜひこうちょっとね、3年生の方も間に合わないんですけども、1年生2年生の方はちょっとね、受験に向けて頑張りたいぞみたいな方はぜひおしゃれな校舎になってるはずですんで、ぜひ、カフェみたいなね、こうすごい木の感じの、そうですね、くつろげるとこで勉強したいじゃないですか。です、ね、なんか真っ白なとこよりもこう快適だなって、狭いとこでね、なんか勉強ガリガリっていうよりは、いいな気持ちがいいな、ここっていうとこでやった方が勉強だっていい効率上がるじゃんっていうことで、なってます、できると思いますので、ぜひぜひチャレンジ、学習塾にこう入塾したいなっていう方もそうですし、学習塾やってみたいなっていう方もぜひぜひお問い合わせください、お待ちしております。西会津の場所ね、西会津南側の大住っていうところらしいですけど、なんか近くの目標物ってありますか？目標物、田子重があったりしますよね。田子重さん、スーパー田子重さんか。昨日そのあたりをこうドライブして見て回ったんですけど、富士屋さんもありますかね。富士屋さんもあります。バイク屋さんがあったりとか、お酒屋さんがあったりとか、なんで結構生活圏内っていう感じの感じになるかなと思います。あのあたりに、ぜひぜひお知らせください、よろしくお願いします。お待ちしております。今日は学習塾の最低限ということで、ウィットスチョウさんを憧れの職業に、ゲストは水学習塾のデザイン広報担当、大場あかねさんにお越しいただきました。ありがとうござい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 ました。ではこの後ですね、6時半からはトモティのハッピーストライク、ゲストライブのハウス、静岡藤枝国立店。